これがパークツールの DCW シリーズのハブスパナーになります。それぞれサイズがありまして、ハブのサイズに合わせてありますけれども、市場では13から22ミリまでのハブが存在します。ハブのオーバーホールですけれども、今このハブに合わせて15ミリと17ミリの電池を用意しました。これは直線にしなくていいんですか？これは引っ張りますんで基本的に直線にしなくていいです。こっちですね。そして硬いですね、これをこれで締めます。これで外れました。内側を止めて外側を回します。でスペーサーを外します。で反対側ですね、反対側の方に当てます。で回します。軽く外れてしまえばあとは手で外れます。でここで注意してほしいのは、このままこっちの部分だけを取り外します。軸は絶対に外さないでください。で、中にボールが入っているのを見ますでしょうかね。これが、潤滑のあるベアリングがありますので、この球が落ちてしまう可能性がありますので、そーっとこう下の方へ抜いてください。ベアリングのボールが、落ちてます。このボールは絶対になくさないでくださいですね。どんどん落ちていきますね。振動を与えたりとかこういったピンセットを使って、中のボールを落としていきます。反対側もしっかりと落としていきます。なかなか難しいですね。この順で球の数を数えてください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12ですね。13、14、15、16、16ですね。17、18で、全部で18個あります。こちらは、宝山の方の、オーバーホールクリーナー。要は、クリーナーですね。油汚れを落としたりとか泥を落としたりします。これの特徴としましては、樹脂を犯さない構造になってますので、自転車に関しては安心して使っていただけます。こちらですね、玉をゴロゴロと、こちらで、挟んで持ちます。これがパークツールの PPL1 というグリスですね。これのグリスは自転車用に開発されたもので、自転車に様々なところに使っていただけるものになります。チューブ式ですので、かなり使い勝手がよくこういった感じですね。先端がこう尖ってますので、こういったネジムとかにですね、そのまま塗っていただけるとこういったところに塗ります。でここにも、しっかりとグリスを入れてあげます。ゴミのところで溝のところにこう落としていきます。多少多いかなと思うぐらいまで、グリス塗っていただければいいと思います。で、ベアリングの玉を入れていくんですけども、まずまず数えましょう。1、2、3、4、5、6、8、8ですね。で9で、こちら1、2、3、4、5、6、7、8、9。両方とも9個ありますね。1つずつ、しっかりと、私ですね、押し込んでいきます。こういった作業で全部入れていきます。
取り外した状態と逆に取り付けて最後締めています。締める時もこの向きはあるんですか？後部にありますね。顎側にやっぱり行ってきますんでします。で、この部分を締めるんですけども、思いっきり締めちゃうとこのベアリングが回らなくなりますんで、こちらですね。これはちょっとこの辺を調整しながら、で、今日はこの軸を持ってホイールを横に振ってください。ガタつきと、あと回りをください。ちょっと硬いと、すぐ止まっちゃいますので、その場合は、少し緩めてあげると。ほんの少しでいいです。まずこう周りを見て転がりを見ます。スムーズに回りますね。それでかと思います。でそこで、緩いと、ガタつきが手の感触で分かりますので、大体いいところでこう止めてください。次はこちらの方を固定するんですけども、先ほど出したポジションを動かさずにやります。ですね。で、必ずこちらは固定して動かさないようにしてください。締めてみます。ぐっと締めます。これは固く締めてください。締まったところで、再度もう一回、確認します。ホイールが周りがスムーズに回る。軸を持って、横に振っても折れないと。これで完成です。